皆さんこんにちは。にちゃん放送局です。皆さんは葛飾北斎をご存知ですか？学校の授業で出てきたので名前と波の絵だけ知っているという方も多いのではないでしょうか。しかしこの葛飾北斎は数々の奇人エピソードを持っていることから、南西ではなぜか人気の偉人です。今回はそんな葛飾北斎の奇人さではなく、画家としての凄さがわかるスレです。ぜひ最後までご覧ください。葛飾北斎、あ、ちょっと本気出してリアルに描いちゃおうかな。美しすぎる。北斎って今何歳や？今生きてたとしたら260歳くらい。くさ。ええやん、なんで写実流行らんかったんや。自分の目で見た方が美しいからや。骨の髄まで漫画の国なんやで。今でもアニメの方が人気やろ。実写映画よりアニメ映画が売れてるのと同じや。洋画っぽくリアルに描いたら、描かれた花魁が泣いたレベルで写実は嫌悪されてた。写真と変わらんやん、で叩かれたんやろ。これ日本の宝だろ。ニワトリ 3D 感あるよな。強すぎて草。実際こんなに船わらわらやったんか。まあ明らかに写真記憶能力持ちだよな。合法トレスみたいなもんやしな。天才芸術家は発達エピソード持ってる人多いな。ベートーエンとか完全にそれやろ。ハイスピードカメラで撮影した波形と富岳36系の波形がほぼ一致しとったんよな。まさに絵に人生を捧げてるわ。女性だった説あるのな。起きた掃除と同じで。どっちにせよ年寄りからが本番なんやから性別関係ないわな。起きたすげえブサイクだぞ。女だともっと悲惨やわ。色使いが綺麗やな。北斎ってかなり年取ってから描き始めたのよな。なんで晩年の高齢なっても劣化しなかったんや。元から変態だったからって聞いたが、晩年は偏屈こじらせてたとも聞くがどうだったんやろな。写実なんてカメラで十分やからな。画廊狂人万事とかいうペンネーム好き。北斎娘、親父にかけるならワイでもできるだろ。こっちの方が好きやわ。これええよな、親父の絵にはないぬくもりがある。明暗すごい。娘の絵もええな。光の表現どないなっとんねん。うまいな。美人画は顔だけ娘に描かせてたって説もあるよな。アシスタントかな。写楽、閉じた国の幻っていう本面白いで。娘の才能もすごい。言うほどかっこいいか。現代の漫画でも一線級張れるわ。なんやこれ、かっこいいな。なんか漫画っぽい。漫画の見開き定期。漫画じゃん。葛飾北斎、なんか、こう、もっと簡単に眩しい光を表現できる方法ないかな。せや、集中線、という概念を生み出す。は、未来人やろ。漫画やんけ。さ、すごすぎやろ。天才やん。こいつが生み出したんかい？漫画の集中線って北斎のパクリだったのか。天才すぎやろ。漫画発祥やと思ってた。天才。漫画描いてほしいわ。ほんま天才やわ。写真がない時代だからこそだよな、いろんな意味で。化け物やろ。日本の昔の絵見てるとほぼほぼ漫画みたいなの結構あるし、日本が漫画強いのわかるよな。もともとの完成なんやろなって。超十ギガスコ。あれ日本なんか、中国やと勝手に思ってたわ。これ楽しそうで好き。未来のこと考えたら写実的な絵って歴史的な需要あったよな。もっと頑張ってほしかった。ほんまそうやで、小野小町とか見てみたかったわ。絶対タイムスリップしたやん、ずるい。天才すぎるやろ。これが一番好きやわ、かっこよすぎる。画力構図もさることながら魂というんか、ほんまになんか宿ってるわ。岩松院行ってみたい。ラスボス。ほうおう。こんな鳥やろか。かわよ。将軍様の完成はかわいい。このあふれる威風まさにほうおうですわ。生まれる時代が早すぎたね。かわよ。うさぎもかわいくて好き。呪いか。ゆるキャラのソヤン。全体図の方がかわいさ伝わるで。なるほど。家光の絵って謎に余白多いよね。かわよ。味があるな。サザエさんやん。謎の味があって草。草、かわよ。見たことないからちょっと変になっちゃったトラ好き。お姉やん。滑らかな逆光。おばちゃんやん。
めっちゃ飽き性なのに絵だけは飽きずに続いたんよな。これぐらいなら Y でも普通に描ける。なぜか葛飾北斎に詳しいなん平民。この人、絵うまいよね。春画用のペンネームも用意してるのかわいい。家光の絵ならうさぎ伯爵が一番好き。歌川国芳推しこれ。これ温泉に欲しいな。エキゾチックマニューバやんけ。和田ナルトやん。川よ。これもうゴジラタイモスラやろ。大砲大会さんってなんか草。北斎が描いた波とハイスピードカメラで撮った波、観察眼が桁外れやったんやろな。これマジですごいよな。目も良かったんやな。暇だから観察が散ってたんやろな。すっぽ、超人やん。すごすぎるやろ。マジで何日もずっと波見てたらしいな。やっぱ。へ。はい？わいは丸山応挙と若冲が好き。かわいすぎる。リモート会議。仕事しろ。変顔ってどの時代も受ける鉄板ネタやな。わいもタイムスリップしたら自慢の変顔でモテるぞ。もはや定番すぎるけどやっぱこのセンス以上だよ。想像力と表現力すごすぎるわ。完全に漫画だな。これが夏目漱石の柳下キロスな。ほんま天才って何でもできるよな。できてるか。ネームバリューテイキ。わいよりはうまい。まあロバの足どうなっとんねんって話やけどな。味がある。わいは月岡義俊が好き。弁慶のポーズバキっぽい。もう明治だから海外向けを意識してる感はあるけど、純粋にかっこいいよなこの人の絵。川鍋、妖怪の絵。こんな感じかな。画力の暴力。やばいやばい、ほんまやばない。このセンスかっこよすぎて泣くわ。光で屈折した表現すごすぎ。単に絵の切れ目が噛み合わんだけちゃうか。ジョジョでこんな構図の絵なかったか。大統領のラブトレインかな。J 民芸術好きすぎやろ。 J で知ってハマった層もなんぼかいそう。今のレベルから見てもうまいんか。昔の有名な画家って両スレやな。写実もいけるんか。この落書きって1枚いくらくらいなんやろう。お前ら俺に何か言うことあるよな。いやうまいよ。一枚絵がすごいのは前から知ってるよ。早く終わらせないからウクライナ人が悲しんでるぞ。鶏のセンスえげつないな。北斎は生きた年代がちょうど好景気で芸術に寛容な世の中やったのも持ってるわ。ピカソもすごいがフレスコ画とかいう一度失敗したら終わりな中でこ、なんかいたらファイロとかいうバケモンも称えられるべき。正直システィーナ礼拝堂あるからミケランジェロのがすげーって思っちゃう。こういうの見ると戦争で破壊されて一体もあると思うと本当愚かよな。ギリシャのクソデカ神殿も戦前はかなりはっきり残ってたんやっけか。為替破水、版画なんやで。何回すらなあかんのやろ。こういうちょっと江戸から文化進んだ時代の絵めっちゃ好き。破水は夜の月明かりの青が美しくて好きや。ジャンル問わず日本史上最高の画家って葛飾北斎でいいんか。もちろん言う。東京江戸博物館行ってみたい。犬、こんなもんやろ。ムーカは最後ステージ裏の着ぐるみやろ。3枚目とかミームやろ。ぬぬぬぬ。建築物好きってなんか暗示的はね。絵を描くより世の中を作る方が楽しかったやろな。ちゃんとしたの描けるんやな。ここで将軍様の絵を。そこはかとなく覇気を感じる。意外と南西には絵画に自信に来よるんやな。一点投資図法はちゃんと理解してなかったらしいな。家に欲しいのはやっぱこういうのよな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。以上、にちゃん放送局でした。